だから炎上系で俺はこう、私はこうなんだで押し切る女の人がいたらすげえ伸びそうな気もするけど、なんで伸びないんだろいや、でも、う。女の人がそれやるとどうしても痛く見えちゃうんだと思います。なんか笑えないというか、お笑いとかもそうじゃないですか。下品なことが男性がやったら笑えるけど、女性がやるとちょっと引いちゃう、笑えないみたいなのが近い気がしますけどね。じゃあ上沼恵美子さんみたいにおばちゃんになっちゃえばまた一皮むけていけるみたいな。まあそこは突き抜けたんじゃないですかね。おばちゃんだからとかじゃなくて、もう素晴らしい方なので突き抜けた、一つ殻を破ったっていう考え方でいていただけると。ああ、だ、田ぬかなさんはありかな。わかります？田ぬかなさん。田中さん、わからないです。格闘ゲーマーの調人べますで、ね。160センチ以下の男の子は人権がないみたいなことを言って、へえ。女の人でそう感じる人はいるのは当然だろうと僕は思ったんですけど、170はいセンチはい以下はいか。はい。で、大炎上みたいな。え、別に普通じゃね？っていう。大して悪いこと言ってないけど、炎上しちゃったみたいな。個人の意見だしみたいなこととかでも女性の方が確かに言われやすいかも。あ、その所属チームを辞めさせられて、その時は謝ったんだけど、その後なんか開き直って、いや、やっぱそうだわ、170センチ以下人権ないわみたいなこと言って、割とその炎上方面で頑張ってらっしゃるっていう。すがすがしいですね。逆にだから、立だ派から、なあ、方面だと白いと思ってて、ある意味その僕の中の好感度は結構上がったんですよ。面白いと思って。思います。へえ。